皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にさせていただいております。さてさて、えー、今回も隣にゆうさんがいらっしゃいます。ゆうさん、こんにちは。あ、どうも、こんにちは。はい。今回はですね、あのコーナーでございます。ガガキキハ オマージュのコーナーということで、さてさて、もう終わった後、どっと疲れるこのコーナー。<laughs> もう何回目ですかね結構やりましたよね。3回はやってますね。少なくても3回,3回。そんなもんですかいや、覚えてるだけでパッと。あ回はい。まあ、いろんな方からハガキ来てますよねあ。そうですね。来てますんでね。はい ぜひぜひ。うんはい、じゃあ、ゆうさん、また箱木ください、はいあはいえー。では、ペンネーム、ロサンゼルス・し、ええー、ハリウッドで多くの実績を残し、ミスター・ヒロキがいなければ、ハリウッドは50年遅れていたと、もっぱらの噂のヒロキさんに質問ですと。あ,はい、あの名作、バック・トゥー・ザ・フューチャーの4作目の脚本を担当していると聞きました。少しでいいので、ストーリーを教えていただけないでしょうか。 ということで来ましたけど、<ー>いや、これすごいですね。え、ひろきさん、そんなふうに呼ばれてたんですか、まあ、?50 年。50年っていうのは、勝手に誰かが言い出したあの雑誌記者か誰かが言い出した言葉であって、まあ、謙遜じゃなくて本当のことを言うと、ああうん、20年程度だと思いますよ。謙遜で20年。そうですね。記者は50年。 ちょっと、ちょっと、なんていうかな、韓国とかね、日本とか、中国とか、はい、あの辺りが強くなっちゃってたかな、みたいな感じです、あ,<ー>あっち側で制作をやるようになるっていうふうにあの、出てくる俳優は白人、黒人とかいたとしても、 もう制作の中心地はアジアに移ってたみたいな風になってたかもしれません。おそれを、ひろきさんがハリウッドにいたことでえ引き止めてたわけですね、その流れを。まあ,まあ、そう。すごいな。まあ、これも謙遜ではないんですけれども。 私一人の力というわけではないんですよ。ああ、なるほど。ただ私についてきてくれたスタッフのおかげですかね。かっこいいな。いや、すごいですね。本当に、本当のことですから。はい。え、え、脚本を主に担当してたんですかハリウッドでは。いや、もういろいろですよ。ああ<ー>、<う>本当ですか。監督もありますしまあ、はい あのこれはハリウッドではもう常識的になりつつあった、あのー、制作葬式というのを廃止したのも私ですね。えー、あの制作葬式スティーブン・スピルバーグとかっていうのはよくあったじゃないですか。はいはい、あれがもううそっぱちで、ただ、はい、名前がしだったんですよ。うんなるほど。 名前を貸してあげることによって、おお、制作総指揮スピルバーグ、そりゃいい映画に違いないと言って、見に来て、はいうん、みんながっかりしちゃうっていう。なるほど。名前を削り取りながら生活してたようなもんですよ、スピルバーグは。なるほど。いやううなんか。そういうのやめようって、そういうのやめよう、はい、すごい。影響力が。まあ、まあ、今で言うと、あの、シングルトラマンみたいなもんですよ。ほう<お>。シングルトラマンって、あの、 監督はひぐっちゃんがやってるじゃないですか。あ,あそうなんですね。はい、庵野秀明じゃないんですね。違いますよ。へぇ<ー>。ひぐっちゃんですよ。ひぐっちゃん。ああひぐっちゃん。うあ,ああ、そう呼んでるんですか。あ,あひぐっちゃんですね。はい、そうですああ。ああ、お知り合い。まあ、知り合い。まあ、ね、<laughs> 知り合いじゃない <laughs> あ。もう、まあ、あの、もう潰れちゃいましたけど、はい、渋谷の狭いバーで、 まあ、語り合ったことがありますねへーすごいな。そうですね日本の映画界ともやっぱり。ウルトラマンの話とゴジラの話してましたかね。へーすごいですね。私も彼女連れて、はい、ちょっと紹介して。いやー、すごい。なんか今までの質問とはなんか違う、なんかもうこれは本当にパシッと答えてくれそうな雰囲気が。<laughs> あ、そううですか。はい。もだからあれ、おかしいでしょ、ひぐちゃんが監督って出てきて、スタッフロールで新聞。はい。最後に総監督、安野秀明って。ああ、総監督なんだ。なるほど。うっさんくせ、総監督だなーって、もう。なるほどね。テーマ決めただけだろ、お前って。なるほど。あ安野には本当に二十一世紀は本当に、なんていうか、がっかりさせられてるね。で。安野には。 ン <laughs> のには安のには<え>本当に21世紀はあれちょっと待ってください、だいぶだってンのさんの方が先輩ですよね、きっと。僕はちょっとまあ、いろいろねあの、ロスチャイルドじゃないですけど、はい心臓、心臓の、あの、何でしたっけ、心臓を摘出して、心臓移植手術。は、はあ あれも何回かやってますし。どういうことですかえー、っと<の>。<laughs> なんか急になんか。寿命とか若さを伸ばすために結構。あ、雲行きが。まあ、稼いだお金を使って、はい。優先的に心臓を回してもらったりとか、はい。してるんで。はい、まあ。え<ー>。あと、まあ、ちょっと、エロい話だと思わないでくださいね。 若さを保つために、人間の母乳。はい、はい。これを毎日一リットル飲んでますから、ね、え <laughs> え、じゃあ何歳なんですか、はい、今。え、ちょっと、うん一応非公証ということにしてあ、非公証。まあだから、誰を呼びするかとか、誰をさん付けするかははいいだいたいまあ、当てていただければな、はい、当ててっていうかまあ、 想像していただければなっていう感じですかね。だってもう、庵野さんよりは年上っぽそうですもんね、今の言い方からするの、まあ、そうですね。はい、へえ。で、例えば、宮崎駿さんなんかはああ、まあ、あの、うん、宮崎はね。えっと、ちょっと待って、呼び捨てにしてますよね。宮崎も、宮崎は、あれなんですよね。はい、あの 宮崎、大丈夫ですか<や>間違ってません<や>宮崎駿さんですよ。いや僕も、はい、あの鈴木くんと一緒で。はい。<の>鈴木くんあの、プロデューサーですかジブリの。鈴木くんと一緒で、はいあのー、宮崎のことは宮さんって呼んでるんで。<laughs> なんていうか、もう年齢関係ない関係、間柄なんですよね。ちょああ<ー>。っていうと、もうなんか年齢、どっちが上かとか忘れちゃいましたね、ああ、そうなんですね。あ、年齢じゃない。まあ、はい、実績とかだったりすると、関係性があるんですね。まあ、関係性があるんですね。まあまあ、なるほど。わ、ねうん、かりました。いや、もうすごいですね。これは、ちょっとパシッと教えてもらえそうですね。い,い,すねいや、じゃあもう、はい。 一応言っちゃいけないことになってるんですけど、まあ、こんな、ち,ちっちゃな収益化をしてないチャンネルなんで、まあ言っちゃっていいんでしょうけど、アカデミー賞の選考委員にはずっとなってますからね。はい、おすごいですね。もう、もう終身会員みたいなもんですから。はいはい、じゃあえ、ちなみに、バックトゥーザ・フューチャーって4作目の計画なんかがあったりするんですか、今。あもちろんありますよ。 で、はい、脚本を担当しているとあ脚本はですね、あの脚本の、まあ、なんていうか、脚本監督みたいなことをやってますね。ああ、じゃあもうストーリーは。<laughs> あの構成作家ってあのテレビ番組であるじゃないですか。はいはい。あれも構成作家って何人もいるじゃないですか。はい。それをディレクターがまとめて、うまいことを番組の構成にしていくわけじゃないですか。はい、なるほど。 脚本専門のディレクターみたいな感じ、うん、で捉えていただければ、まあ、分かりやすいかなっていう感じですかね。いや、これは本当に真面目な答えを教えてもらえそうですね。でも、ストーリーは把握してるわけですもんね、監督ってことは、<あ>脚本監督。そうですね。はい。ああいや、もうじゃあ、ぜひ教えてください。ちょっとみんなのために。あの申し訳ないんですけど、申し訳ないいやいや、いいじゃないですか。 いやいや、ネタバレになっちゃうんで。だって、この弱小チャンネルってご自身でおっしゃってたわけですし、収益化もしてない、誰も見ない。もしダメだったら、動画、公開しなければいい。まあ、違約金払いたくないんでね、ケチなんでね。いやいやいや、もう、ひろきさんとなれば別に、ひろきが一言言えば、もうしょうがないかってなるでしょう、きっと、ハリウッドも。 じゃあ、<で>じゃあ、はい、脚本に限らずということで、私の話せる範囲で話すということで、もういいですかうん、話せる範囲、ストーリー教えてもらえるんですかある程度は話せるす。おじゃあ、はい。ぜひぜひ。では、申し上げます。はい。マイケル・ジェォックスは、はい。主役ではありません。はい まあそうじゃないですか、さすがに。まあ、もう年ですしね、言うても。はい。い<や>ただ、それ、いや<だ>はいはい。腕を震わせながら、足を震わせながら、登場します。映画にですかはい。登場します。出演はします。何の役でのえ何の役で あ、それは言えませんね。重要な役は、役回りです。ただ、あの、あまり。いや、でも、え、ちょっと待ってください。えっと、重要、まあ、何の役でってちょっと聞いてあれ、自分が言うのもあれですけども、うん、え、バック・トゥ・ザ・フューチャーで、えっ、ー、と、マイケル・ジェイ・フォックスはもマーティン・マック・フライじゃないですか。いや、マーティン・マック・フライですよ。あ、で出てくるんですか。はい、ただ、主人公は違う人間が主人公。ああ、なるほど。はい、えー、誰ですか それが言えないんですよ。なるほど。じゃあ、ちょっとそこをなんとかね、ぜひぜひ。うんでストーリーとしてはあマイケル・ジェォックスを救う。いや、じゃあ、待ってください。<laughs> い,やでもいや、ごっちゃになってません現実と映画が。<laughs> マイケル・ジェォックスを救うじゃないですよね。ねえー、ま、だから主人公が変わってますから。 いや、だとしても出てくるのはマーティー・マックフライとして出るんですよね、マイケル・ジェイ・フックスは。そうですよ。だからマーティー・マックフライを助ける主人公がいるんですよ。ああ、なるほど。なるほど、はいはい、んなるほど。何をするんですかね。まあ、そこはちょっと言いづらいところがある。言えない。言えないですか。うん、いや、聞きたいな。ぜひ,ひ、ひろきさんの力でね。これはちょっとね、 あの、医薬業界が絡んでくるんでね、本当にな。医薬医薬業界医薬業界の業界図を塗り替える映画なんで。医薬医薬ですか医薬です。医薬医薬業界を、の、業界図を塗り替える映画なんで。はい。まあ、これは言っておきましょう。うもう、全張りで言っていいです。大手の、 医薬メーカー。はい。全部の株を。はい。大量買いしといてください。えはい。バック・トゥ・ザ・フューチャーではい。なんでえ、じゃえ、それいつ公開されるんですかいや、まだ全然ニュースにもなってないですけど。まだ言えません。はい。まだ言えません。今、今仕込んでおいた方がいいです。いや、今から。はい。何が起こるんですかもう脚本のあらすじは決まってるんで。はい。それは私の指示のもとに。 も,もう決めてあるんで。な、はい、いやー、ちょっと気になりますね。それだと。いや、もうちょい。なんで医薬。うん、タイムマシン、タイムマシンは関係ないんですかもうあ、タイムマシン関係ありますよ。今回はあ、次回はその未来に行くんですか過去に行くんですかあ、えーとですね。 まず、時代設定が未来です。えっと、今より未来の話ってことですか。はい。はい。で、戻るのは過去です。ああ、はい。ね、ややこしいの。<laughs> その時点からは過去です。<laughs> はい。今よりも未来です。なるほど。何年から何年に戻るとかぐらい言っても大丈夫じゃないですか。あそこまではちょっと言えないですね。はい。 それ,それ言っちゃうと、もう、医薬業界が大混乱しちゃいますので、はい。医薬医薬医薬がどう関わってくるのか分かんないですよね。タイムマシンと。のその辺がもうどうしてもこ答えられないところなんですよね。まあ、いや、いいじゃないですか。ちょっと、ひろきさん。ひろきさんの思う、バックトゥーザ・フューチャー四。ね、世界中の金、いや、もう僕の手に負えないように、はい、そんな僕がある程度稼いでるとは言っても、 あの私も命を狙われかねないんで。ああ、なるほど。いや、わかりますけれども、まあ、だって、ひろきさん、ここでそのストーリーをお話ししなければ、もう二度とそのストーリーが出ることはないでしょうから、<laughs> ぜひぜひ、ここはもう最後のチャンスですよ。これが私の人生最大のヒット作にさせるつもりですから。<laughs> そして、w a p ツー h フューチャーシリーズワン、ツー、スリー合計を超える観客動員数を達成してまああ、なるほど。いや、でもね、そこなんとかね。まあ、ね。どうせ、まあ、どうせ。あのですね、あのですね。はいはい。私もコントでやってるわけじゃないんですよ。ちょっと待ってください。はい。うん。 わ、はい、かりました。本当でもないんです。お笑いでもないんです。これ実話なんです。そして、なるほどね、世界の鐘が動いているんです。なるほどね、はい、これは本当にお客様にとってはつまらない話になってしまう,う。わか,かりました。が事実ですじゃあ仮に、はい、仮に、まあこれ、実話をお話ししてるって言ってましたけれども、仮にコントだとしたら、どんなストーリーですか これ。<laughs> <laughs> コントだとしたら、どんな。考えてなかったですね。え、え、何、ね、も考えてなかったですね。コントですか。コントだとしたら、どんなストーリーですか。ちょっと言ってみてください。え、なんか、え、<laughs> なんですか。え、え、で、なんで混乱してるんですか。ロサンゼルスのなんとかさんか。また名前に。また名前、毎回の前に食いつきますね。今日は大丈夫だと思ったのに。 いや、大丈夫です、まあ、何でしたっけロサンゼルスのたけしですね。たけしさん。はい。ロサンゼルスのたけし。まあまあまあ、いいじゃないですか。はい。まあ、コントだとして、ちょっと話してみてくださいよ。コントだったら、ね、会ってたとしたら。ねえ、はい、あいいじゃないですか。予想、どんなストーリーですかね。予想してみてくださいよ。コントだったらですか。コントだったら。はい。まあ前、毎 イケル JFOX スがスケボーに乗ろうとしてこけます。それだけですか足を振りしてこけますね。はい、いや、ちょっとあんまりいじりすぎじゃないですかね。<laughs> いや,やめた方がいい気がしますけれども。あ治るんで。<laughs> え治るんで。あ、なるほど。はい。それに医薬が関わってくると。そうです。 ね、SF 関係ないですね、あんまり。SF 関係ありますよ。<laughs> あるんですか、はい。22世紀の医薬品ですか。あなるほど、22世紀の医薬品は、えっ、ー、と、まあ、マイケル・ジェイ・フォックスの病気を治すことができるから、過去に戻って、マイケル・ジェイ・フォックスに薬をあげて治そうという物語。そうです。それを今、はい ッ、はい、とタッグを組んでなるほど。そして、あの映画は後付けでノンフィクション映画になる。なるほど。というストーリーを今、映画界で描いているんです。ああ<ー>。これでハリウッドを50年先に進めようという計画です。なるほど。はい、はい。いや、答えが出てよかったですわ。 答え言ってしまいました。まあでもしょうがない。事実ですから。はい、もう聞かれたことはね、はい、知ってることはぜひ答えてもらいたいですからね。はい、しいということで。ああ、そうですね。はい。なので、まあ明日も明後日も平和に生きてらっしゃると思いますけれども、ありがとうございましたということで。脳移植しようかな <laughs> どういうことどういうことですか だから逃げるんですよ。ああ、そうですか。別の肉体に置き換わって。ああ、はい。そうですね。あの、もうご自由に医薬業界と手を組んでやっていただいて <laughs>。<laughs> そうです。私は世界の脚本を描いているんですよ。よ世界のはい。世界の脚本を描いているんです。世界のはい。映画じゃなくて。映画を通してです。ああ、映画を通して。ああ。 実世界の脚本を描いているんです。いやー、素晴らしい。はい、うん。まあ、バックトゥーザ・フューチャーはね、ちょっと、何ですかまあ、なんか、んなんつったらいいんですか ?4 作目は、その、SF 感がなんかだいぶ薄れそうですけど。まあ。結構そんなことはないですよ。そうです62世紀をえ描くんですから。はい。まず、まず。まずは。 別の主人公。はい、別の主人公というか、まあ。マイケル・ジェイ・ホックスの孫なんですけどね。あ <laughs> あ、家族が。はいで。で、えっ、ー、と、映画の中でも、マーティー・マック・フライの孫。そうです。おお、すごい、なんか当てちゃいましたね。いやすごいな。 じゃあ楽しみにしてますいいつ公開でしたっけいやそれが言えませんって言えないですかアブカがいやでもだってアブカが動くんで一番大切なことをもう言ったんだからもう隠すことないんじゃないですか、えー、<laughs> もうしょうがないです命狙われるんですからもうもう全部ぶちまけてねこの 動画を見てくれた人に最後にプレゼントをして、この世からおさらばということで。いや、それが本当に言えないんですよ。言えないんですかな、うんでですかあ、あのー、製薬会社の開発次第だからです。<laughs> はい。あの、製薬会社が開発し次第、 えー、劇場公開日を発表します。ああ、なるほど。えー、<て>じゃあ、仮に。その劇場公開日に、はい、FDA の緊急使用承認申請を行います。はい、その製薬会社。ああ、なるほど、はい。そこまで手を打ってあります。ってことは、その薬ができなければ公開はされないってことなんですね。そうです。そうですああ、なるほどね。はい。 ただこれでハリウッドを50年先に進めます。こういうプロジェクトを何個も作っていきます。なるほど。はい。なるほど。はい。はい、いやー、壮大ですね。まさかそんな壮大だとは思わなかったですけど。そうですか。はい。まあじゃあ。まあ今まで私がやったことと比べたら、まあ、もう、もうちょっと、 もうちょっと先に進んだなぐらいの感じですね。いやー、さすがですね。さすがですわ。はい。<laughs> いや、ちょっとね、今日はもうお笑い食が少なかったかもしれないですけれども、まさかこんなちゃんと答えてもらえるとは思わなかったんで、ああ。これもうロサンゼルスたけしも満足してると思いますよ。あそうですか。はい。<laughs> はい お笑い職え？お笑い職何がですかはいお笑い職っておっしゃいましたああいましたけどよしとこれは実話です <laughs>、まああだから今回は実話なんですもんねそうですよはいはいだからちゃんと教えてくれてありがとうございました、ね、はいあそうですそうですはいうですいいじゃないですかはいこれコメディー賞じゃないですよねえ何がですか いやいや、違いますよ。いやいや、違います、違います。いつも、その、何でも知ってるひろきさんに、質問のお便りが来て、私が呼んで、それに答えていただくっていう、ね。極秘インタビューですよね、はい。まあ、極秘インタビューです。で、まあね、今まではね、ちょっとね、なんか、お笑いが起こってたりし,たしましたけど、はい、はい。今回は。そうですね。はい、まあ、ね、落語にもね、はい。落語にも 人情話とか、はい。談とか、あるそうですね。はい。まあ、お笑いにもあるとい、はい。そうですね。まあ、はい。うん。そうです。<laughs> いいんじゃないでしょうか。はい。なんで笑ってるんですかいえいえ、いえいえ。いえいえいえ。うん、何でもないです。大丈夫です。 じゃあまた、そうですね。劇場公開日が決まったら、こっそり教えますんで。ああ、ぜひぜひ。はい。ご褒美に。はい。ご褒美そうですね。どの会社だよっていう。ああ、なるほど。それはありがたいですね。ぜひ、教えてほしいですね、はい。証券会社の講座の、はい。 外国、外国株取引。はい。の、えー、え設定をきちんと入れといてくださいね。ああ、わかりました。いや、きちんと外国株取引の。はい。それ専用の窓口があって、それをオンにしないと。<laughs> あの、申請から承認まで。<laughs> いや。 二営業日ぐらいかかる細かいですね。<laughs> 本編より細かいですね。なんか大事なことですから <laughs> ああ。大事なことだから。うん、そこが大事ということですね。うん、はい。わかりました。なるほど。あと、アメリカ株は10%上乗せで税金がかかりますからね。ああ。大切ですね。はい。あれこれ何の話でしたっけ<え>アメリカ株購入の話でしたっけいや違うんですよ。<laughs> 違います。ある,ある意味、そういう話ですよ。ああ<ー>、そういう話。ああ、なるほど。世界の金が動くんですよ。ああ、なるほど。口座を開いて。はい、これからはウォール・ストリートじゃなく、ハリウッドが金融を制するんです。<laughs> なるほど。<laughs> なんかいいですね。いいフレーズ見つけたみたいな顔してますけれども <laughs>。 そことないす見つかりましたね。ああ、おめでとうございます。<laughs> <laughs> <laughs> 決まりました。決まりましたね。決まりましたかはい <laughs>。インタビューで決めてどうするんですか <laughs> い,やい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 や、まあ。どこでも決められるときは決めていくのがいいんじゃないですか。はい、<laughs> なるほど、ハリウッドが金融を動かすと。はいはい。 うん。わかりました。東から西へと。はい。Go West という曲があるように。<お>西へ向かった方がいいです。はい、<laughs> まあ、さっきので終わらしていた方が良かったかもしれないですね。ありいや、もうちょっと欲張っちゃいましたかね、今。ああ、残念。<laughs> 残念だわ。まあ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 、でも。ああ、失礼しました。いやいや、もう。 いや、ちょっとブスのたけしさんよ。あ <laughs> ロサンゼルスのたけしはまあ、私じゃないですから。ああ、そうかそうか。勘違いしないでください。<ー>はい。はい、何たけしですかちなみに。北野たけしですかえ、何がですかロサンゼルスって、ご自身でも言ってたじゃないですか。いやロサンゼルスのたけしの、そのラストネームなんですか、はい、ラストネーム北野たけしですかいや、わかんないです。えこれ、ハガキにはそれしか書いてないんで。ゴーダたけしですか いやー、わかんないですね。ロサンゼルスたけしですね。そうですか。はい。ちょっとたけしっていう試り合はいはい,いないんでね。どこからこの情報を仕入れてきたのかちょっと。ああ、なるほどね。はい。ま,まあ、まあ、でっち上げたんじゃないですか。だかフューチャーに続編があるなんて、はい、そんなの妥当に決まってんだろうってみんなが思ってると思ってる。たんで。 なんですってなんですって ?What <laughs> <laughs> シリーズに、はいはい、続編なんて作ったら大失敗するに決まってんだろうって思ってたんで。誰がですか私がです。ああ。はい。え、どういうことなんですか <laughs> えだからなんでそんな質問が来たのかなとああ。聞いてみたいと思っにて。ああ、なるほどね。 まあ、こういう質問したら、なんか面白い返しが来るかなと思ってしたんじゃないですかもうなんかもう、世界で一番ダサ作の続編って言われそうな。なるほど。ああ、なるほど。はい、確かにね、パート3でもう、きっちり収まりましたからね。収まりましたからね。そうですね。はい、うん。これ続編作るぐらいだったら、新作作った方がよっぽどマしだよって、儲かるよっていう話になるじゃないですか。確かに。 そこを私が話すときに、はい、あ、いいアイデアが思いつきました。マイケル・ジェイ・ホックスさん、今もご健在ですよね。あのテレビドラマ出てましたよね。自分がパーキンソン病であることをうまく利用してテレビ出演されてますよね。自分の番組もお持ちですよね。 完全に自分のパーキンソン病を自分でパロロ,ロとしてますよね。その気概があるんだったら私も動きます。成功させてみせます。と言って引き受けたんですよ。あわかりました。<laughs> はい。敬あ意あまで語ってくれてもう何でも喋ってくれる感じですね。もう。そこ喋れますよ。あなるほど。はい。かあ、なるほど。 もうまあいやまあ本質にもしっかり喋っていただいて、あとはね製薬会社の,その研究の進み具合ではい公開日決まるということで、そうですね,、はい、ですねつまり、お蔵入りもあり得るということです。あ残念です。そうですね、はい、まあ製薬会社に頑張ってもらいたいですね。そうですね頑張ってもらいましょう。パーキンソン病を治しましょう。はい はい、わかりました。じゃあ、そういうことで、はい、はい。終わりますか。終わりましょうか。終わりましょうか。うかはい。次の言ってもいいですけど、次の質問言ってもいいですけど。いやいや、もういいです、いいですもう大丈夫ですか。僕、今、映画はこれしかやってないんでね。ああ、そうですか。映画じゃない質問もいっぱい届いてますから。 それはまた別の人に聞いて。別の人ああ、まあいいや。まあ、深くは触れないようにしますわ。深くないです。もう本当に、ちょっと手術やりすぎて、ああ、なるほど。もう、中二病全開ということで。何て言いました、今。いや、いや、別に何も言ってないです。中二って何ですか何にも言ってない。中二っていう言葉があるんですかあ まあまあまあ、なんかそういう。チューニング、チューニングが狂ってるあ、いや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 。チューニング狂ってる違う違う言ってない。チューニング狂ってる。言ってない。変なとこでスイッチが入ってますけど、大丈夫です。大丈夫です。ちょっとポロッと感想がちょっと出てしまいましたけど、あの、気にしないでください。大したことじゃないんで。はい。誰でもみんな日本人はチューニングの時代があったなっていうのが、ポロッと出てしまう。今関係なくね。 はい、私のチューニングはいつも完璧ですからああ、もうさすがでございます。いや、もう、はい。さすが。オープンチューニングなんで。はい、えオープンチューニングといってですね。指を押さえなくてもコードが出るんです。ああ、素晴らしい,、はい。ウクレレと一緒です。さすがです。はい。はい。シンプルに考えるのが一番ああ、素晴らしい。もう、はい。骨くり回さない。そうですね。そうですね。はい わ、はい、かりました。ひろきさんはウクレレだということで。はい。そうですね。はい、終わりましょう。ウクレレ。<laughs> はい、もうないんだったら大丈夫です。な、えーはいんだったらもうやめておきましょう。<laughs> ウクレレのように胸に抱きしめるべき存在なんですよ、私は。はい。わ<あ>かりました。はい。 もうそれで。もう十分、あもう十分わかりました。もう嫌というほど。よし。<の>はい。はい。はい、<の>ありがとうございました。私の狂いかけたチューニングを元に戻ったようなんで、この辺で。ああ、はい。<laughs> そうですね。にっていうからチューニングのことかと思っちゃった。いや、まだ。いやいやいや。いや、もう気にしないでください。もう。うん 大丈夫です。ああ、そうですよね。そうですよね。確かに。ハリウッドが結構長いんでね。まあ、そうでしょうね。はい。日本の映画はもう黒沢で、黒沢と小津でもう止まっちゃってるから、僕は。うん、ああ、そうですね。さすが。そうですね。はい、さすがですだな、はい。新しいビジネスのために。はい。 これだとか見た方がいいんでしょそうですね。あの、はい。<laughs> いや、もうさすがです。もう、はい。じゃあ、そんな感じで、また映画の話があったら、いつでも読んでください。ああ、もうぜひぜひ、なんかあったら、すぐ聞きます。はい。はい、いっぱい来てるんで、おはがきが。まだ、あ、あなたが亡くなるまでは、まだまだ生きてると思うんで、この分。<laughs> ああ、なるほど。 そのね、いやあ、素晴らしいね。もう、もう10回を超えてるでしょう。いやーもう何かが全開になってますけど、まあまあまあいいや、そこら辺は。はい。はい。はい、じゃあ、お元気で。お元気で。<laughs> じゃあ、また、このホテルの密室で会いましょう。<laughs> 会いましょう。はい。ありがとうございました。中二さん、ありがとうございました。んなんだって <laughs> ええ 2> 中<二>、はい、2? <laughs> いやいやいや、何も言ってない。何もね、もうチューニングは完璧だって。いや、そうですね。いや、もうさすが、チューニング。12弦ギターのチューニングはバッチリで。ああ、もうさすがです。それを言いたかったんです。ああ、そうです。はい。もう大丈夫です。もう大丈夫です。はい。はい。ということで、皆さん、今日の配信は以上となります。 あ今回の配信は以上となります。また別の配信でゆうさんがまた誰かに質問されると思うんで、僕に似た人かと思いますが、はい、その人の回答も聞いてやってください,、はい。それではさよなら。ゆうさんもありがとうございました。あどうもありがとうございました。チューニングに気をつけてあ。そうですね。はい。気をつけます。そこであなたもって言わなきゃいけないんですよ。え あなたもねって言わなきゃいけない。ああ、あなたもね。はい。